どうも、モコと申します。先日ですね、ちょっと YouTube でメルカリになんか高校生に俺が書いてあったサインが出品された件についてみたいな動画をアップしたと思うんですけども、そちらの動画がなんか思わぬ方向にちょっと進展しているようで、まあ結論から言うと、その出品した高校生本人とアポイントが取れました。アポイントメントが取れまして、今回ちょっと通話させていただきました。で、まあ、なんやろ、その、彼の場合、なんか今もう本名特定とか、家族特定、住所特定、なんか学校特定みたいな、なんかそういう、なんかいわゆるもうネットイナゴみたいな人たちの手によって、危険にさらされてると。まあ、正直やっぱり自分もサイン出品されたショックやったし、なんかそれぐらいの仕打ち受けて当たり前ぐらいに思ってたんですけども、まあ、あまりね、ことが重大になると、ちょっとそれはそれで僕としても、良くないので、だし、まあ、まあこの場で、ね、彼に、まあ、謝罪する機会を与えることによって、まあ、うまいことヘイトを分散させると、分散とかヘイトを抑えるって意味で、今回ちょっと無理を言ってこんな感じのメールでやり取りしてね、無理を言って動画に出ていただくことになりました。はい、まあ彼ね、まあ思った以上にかなり反省してるみたいではありますので、まあこれを見て皆さんがどういう判断されるかはまた別ですけども、まあ一つの、執着地点として今回の騒動を収めようかなと思っております。はい、ではどうぞご覧ください。今回、まあちょっとメルカリにねサインを出品したという高校生の方に来ていただきました。今日来ていただきありがとうございます。はい、一応確認したいんですけれども、はい、ご本人さんということでよろしいでしょうか。あ、はい、そうです。自分がメルカリに出しました。はい。あ、はい。なんで、まあ、まずそのメルカリに出したかっていう意図だけちょっと教えてもらってよろしいでしょうか。メルカリって。ほんと軽い気持ちでアップしたってことですかね、メルカリの方には。もう、向こうさんからサインもらって。はい。で、まあ、申し訳、本当に申し訳ないんですけど、なんか、ただ有名人だからもらったみたいな感覚で、はい、勝手に、そのサインもらっちゃって、はい、その時は何も考えてなくて、はい、アリスの顔に書いてあるのと、あと正直自分あんまり、ごめんなさい、自分は、はい、すごく欲しいっていうわけでもなかったんですけども、結構ごめんなさい、本当にあ、そうなのもうなんか軽い気持ちでもらって、もう持ってても知らねえから売ったみたいな軽い気持ちでサイン書いてもらっちゃったからっていう感じで、はい、軽い気持ちでサインもらったら、はい、いやいやいや、分かりました。まあ、正直にそういうふうに言っていただけたんでしたら、それはそれで俺は納得なんで、うん、親御さんとか何かおっしゃってますか。一応もう YouTube とかで上がった時にはちゃんと親に言って、うん、電話とかメールとかで、うん、謝れるんだったらしっかり謝った方がいいって言われたので、うん、こうやって通話できたのは逆に自分にとってはいいことだと思ってます、うん、なるほど。まあ、はい、本当にちょっとメールではね、最初はもう出たくないってことだったんで、ちょっとここ、はい、そこで俺が結構無理を言ってね出ていただいたから、まあ、そこに感謝、どんどん感謝しております。今回もコンサルや、YouTube のコメント欄の方々に、こういった不快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ありませんでした。今後このようなことがないようにします。はい、わかりました。もうなんか十分謝ってもらったんで大丈夫です。なんかすいませんでした、今日はわざわざ電話いただいて、まあ本当に、なんだろう、これから高校生活もあるし、これから先に長い人生が待ってると思うんで、一つの経験としてこのね出来事を糧にまた頑張っていただけたらなと思っております。はい、はい、今日はわざわざ本当にありがとうございました。いえ、はい、では失礼いたします。失礼します。はい、はい、ご覧いただいたようにですね、こんな感じでございました。
まあ、もうこの件に関してはもう僕はもうあまり気にしてないんで、もう今回の動画で触れるのをやめにしようと思います。で、仮に万が一もし今後同じようなことがあった場合は、もう今回の日ではないぐらいの、カウンターを、お見舞いしていこうと思いますんで、その辺はご了承ください。はい。で、僕、まあ、あと、明日からまた同じね、高校生の、シャドーバースの大会に出てきますんで、まあ、そこでもね、高校生の方々とね、楽しく触れ合っていけたらなと思っております。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。